言っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、ツインモーションをいつもまあコツとかいろいろ教えていってるんですけども、そのツインモーションですね、僕は今デスクトップなんでまだ快適に使えてるんですけど、皆さんほとんどがノートパソコンだと思うので、ノートパソコンで使う際に注意すべきこと、まあ重たくて落ちる方が結構いらっしゃると思うので、そちらとかのまあ注意点などを教えていけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでツインモーションの方へやってきたんですけども、はい、今ねこうやってツインモーション僕がまあ設計したものなんですけども、でこちらね、お、なんかちょっと待って、こちらまあこんな感じであるんですけど、今はこんな感じで結構スルスル動いてるじゃないですか。こうやってスルスル動いてて、人も入ってて、でまあ一部ですけども、こうやってオブジェクトも入ってるんですけども、まあなんでこんなスルスル言ってるかと言いますと、デスクトップを使ってるからというのもあるんですが、まあそれ以外に結構ね、まあ設定であったりを僕はいじってます。で、その設定をまずお話しするのと、あとはここを見ると重たいなとか、このパソコン頑張ってるなっていうのがわかるよっていうのと、あとはですね、こういうツール、こういうものが重たい原因になるよっていう、この3つを今から説明していきます。で、まず1つ目の設定ですね。これが一番大事なんですけど、この3本線を押してください。3本線を押して、このプリフェレンスを押すと、ここにクオリティというのが出ます。で、このクオリティをノーマルのノート PC だと、ミディアムっていう風になってると思います。で、このミディアムからローに落としてください。で、ローに落とすと全てがローになりますので、まあ、その分、また快適に動くのではないかなと思います。で、ここをローに落としたとて、今こんな感じでローに落とすとね、結構こうやって画質が荒いんですけども、今はさっきよりスルスル動くようになって、まあ快適には過ごせるのかなと思うんですけども、出力するときにはですね、このイメージでまあいろいろありますけども、まあ、こんな感じで押して、例えばこの画面でめちゃくちゃ悪いじゃないですか、もうこんなゴリラがいっぱい並んでるみたいな状態になってるんですけども、これをしたとて、このモアを押しますよね。モアを押してフォーマットを見てみると、アウトプットサイズがこれ見てください。この 2K で今十分なので、この 4K のテレビとかそういうので見ないと意味ないので、普段は皆さん 2K になってると思います。このフル HD ですね。このフル HD で勝手に出力してくれますので、どんな解像度で今作業するかなんて別に自由ですので、ここは別に最低のローにしていただいといて構いません。まあ、そこはだから気にせずやっていただいて結構だと思います。では絶対にもう下げておいてください。もうこれはもう下げとかないと落ちますんで、もう絶対に。でマテリアルだけ確認したい時とかは、あの出力は結構すぐできますので、画像1枚とか出力パッて1回してみて、あ、ちょっと思ってたマテリアと違うなと思ったらまた変えてっていう風な、もうそういったまあ取り組み方をしていってください。次なんですけども、どこを見たらこの PC が今頑張ってるなとかわかるかと言いますと、この右側の三角ですね、を押すとですね、このステーティスティックスですね、まあ、統計なんですけど、統計ですね、こちらなんですけども、こちらを見ていただくと、まあ、FPS とか GPU、CPU とか、多分パソコンのことあまり詳しくない方はわからないと思うんですけども、この FPS は一旦放っておいていただいて、この GPU、CPU、あとはこのポリゴン数とかオブジェクトとかテクスチャー、ここら辺を少し見ていただいてですね。で、こちらの GPU っていうのは基本的にツインモーションを動かしているソフト、ツインモーションを動かす、レンダリングソフトを動かすときに一番重要なものになってきます。あとこの CPU はパソコンの脳みそですね。まあ、なんで CPU よりも GPU の方が多く使っている、そんな状況になっております。で、この重要なのがこのポリゴン数、まあこれ2000万今あるんですけども、2000万でオブジェクトが 0.5KB かな。で、こちらテクスチャが 6.9GB ってなってるんですけども、このここら辺のね、ここら辺の数値が結構大事になってきますので、これを置いただけでここ一気に増えたなとか、そういう場合はそちらをまあ使うのを控える、もしくはそれを使ってすぐに出力して、ですぐまた消すとか、もうそういった取り組み方をしていってください。はい、こんな感じでここを見てやるっていうのは多分理解していただけたかなと思います。で、後半最後なんですけども、ここからがとても重要です。で、ツインモーションですね、ツインモーションも快適に使うので一番重要なのがこのオブジェクトとか人ではなく、見てください、ここですね、このコンテクスト、ここにあるパス、ベゲテーションペイント、ベゲテーションスキャッター、塗るやつ、一気に広げるやつ、あと道、
人の歩く道であったり車の道であったりね、ああいうのを作るこの便利な機能なんですけども、あとこのアーバンもですね、このアーバンで周りの建物を取得するとかね、まあこういうのはこのコンテクスト全て便利なんですけども、ここめちゃくちゃ重くなります。この4つはもう結構ノート PC の敵だと思ってもいいぐらい重くなりますので、こちらは結構注意してください。で一番最後、今この4つを注意しなあかんのは分かったと思うんですけども、以前動画に出しましたね、この三角からこのランドスケープからね、この両方もめちゃくちゃ重たいです。この両方はこうやって出したらね、こんな感じでデコボコな状態で出てきたり、まあ、フラットな状態で出てきたりしますよね、まあ、この状態だとまだいいんですけども、ここからね、このこうやってね、こうやって上げたり下げたりするじゃないですか。そうした時のメッシュ、これまあメッシュなんでポリゴン数がすごい上がるんですよ。そういった時にこれめちゃ重なります。ツインモーションめっちゃ重なります。なんでこれはできるだけ使わずに穏便に済ましてください。はい、飛行機、まあどうでもいいけど穏便に済ましてください。はい、もう今はもう僕全部言い切っちゃったんですけど、分かりましたかね。はい、最後にじゃあまとめますね。一つ目が設定からちゃんとクオリティを下げる、質を、品質を下げるのが一つ目で、二つ目がこのステーティスティックスでこの統計を見て、こいつらとちゃんとお話をして、ちゃんと相談しながら、これは入れても大丈夫かなっていうのをちゃんと確認しながら作業をする。で3つ目、最後にですね、最後はこのコンテクストプラスこっからのランドスケープ、こいつら1,2,3,4,5,6、こいつら6強には気をつけろよ、まあ、そういうお話でございました。はい、いかがだったでしょうか。どうでしたか。ツインモーションね、まあ、やっぱめちゃくちゃ便利なんですけども、やっぱ結構ちょっとね、ノートパソコンの方からしたら特に重たい、まあ、ソフトではあると思うので、まあ、そちらの方を結構注意してっていうか、もうそちらでもうちょっと諦めて、まあ、レンダリングはアーキアドで済まそうとか、そういう方も結構いらっしゃると思うんですけども、まあそういう方もね、ぜひもうこの設定を落として、人とかね、ちょっと数を減らしてみたりして、あとテクスチャーとかもね、結構重たいテクスチャーとかもあるみたいなので、まあ、そちらは先ほど教えたスタティスティック、まあそこで確認してみてね、まあいろいろと試行錯誤しながら使っていけば、まあよりいい関係が築けるのではないかなと思います。まあ、ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですけど、まあツインモーションはほんまに便利なソフトなんで、まあ、ぜひぜひ使っていてくださいということで、結構これはね、ノート PC 勢とかからしたら結構ためになることだと思いますので、まあ、これからね、僕ちょっと、僕が使ってるデスクトップ、自作で作ったんですけども、そちらのスペックとかもこれからちょっと動画でお話ししたいと思ってますので、そちらもぜひお楽しみにしておいてくださいということで、今回の動画は以上になります。高評価とチャンネルよろしくお願いしますということで、本日もご視聴ありがとうございました。